皆さんこんにちは、リクトです、今回はですね、昨日に引き続きましてこちらの作品王様ランキングに関する動画を撮っていきたいと思います。先週はですね、こちらの作品ついに世界的にもついに中国でも人気が大爆発してますよみたいな話させていただいたんですけれども、今回またしても中国ねビリビリ動画に関する情報になるんですけれども、すごい数字を叩き出しましたね。超大台を突破したということで、それについて、話しつつ、またですね、ビリビリ動画のその再生数がすごいと言っても、どれぐらいすごいかっていうのはね、簡単に多分、肌感覚でつかめない方もいらっしゃるかなと思いますんで、今期2021年秋アニメの中で比較してどうか、また、秋アニメの他の作品どれぐらい再生されてるのかですとか、あとは歴代作品ですね、これまでの歴代もう本当にビリビリ動画で全部配信された中でどうなのかみたいな話も、できたらなと思ってますね。よろしくお願いしますということね。皆さん見てますか、この王様ランキング。まあ、本当にもうどんどん見てる方も広がってきて、僕自身も本当ありがたいことに、リクスさんが進めてて見始めました。本当に進めてくれてありがとうみたいなコメントもいただけるぐらい、やっぱ、この作品面白いんですよね。本当に面白くて泣けるし、まあ、前回ね、最新話はま、すごい笑えるっていう回でもあったんですけど、本当毎話毎話面白くて、で、この作品どんな作品かって言いますと、まあ、王様ランキングってこの世界にありまして、まあ、力の強さだけじゃなくて、まあ、知力とかいろんな要素を含めつつ、王様はランキング付けされてるんですね。その中でボッチっていう主人公、耳が聞こえないんで話すんですね、ひりきみたいな、まあ、かなり厳しい状況にある主人公が、その世界一立派な王様を目指して、王様ランキング1位を目指して、歩んでいく冒険ファンタジーね作品となっておりますということで、皆さんね、もうこの動画を見てくださった方にはもう絶対見てほしいし、本当にもう見てる方に関してはどんどんね、いろんな方に進めていってほしいっていうのがこの作品で、本当もう全世代的に楽しめるんですよね。本当どの世代でも楽しめるし、例えばキービジュアルね、惹かれなかったとか、王様ランキングタイトルに惹かれなかった見てませんという声もよく聞いたりするんですけど、マジで見た方がいいですよ。本当にもう見た瞬間に、うわー、これまで見てなかった、マジ損してたわってなる人しかいないんじゃないかなぐらい、本当にすごい。もちろん作画とかもね、制作会社ウィットスタジオさんっていう、もう本当、進撃の巨人とか作ってる制作会社の10周年記念作品でもありますから、まあ、すごい気合入ってるし、音楽面もいいし、っていうところですので、でしかもね、やっぱその、全世代的で、しかも、オタクとか普段アニメ見てないからでもね、楽しめるんじゃないかなっていうのが本当この作品なので、どんどんね、見てない方はもうマジで今すぐ見てほしいし、見てる方に関してはどんどん、ね、進めていっていただけたらなというところです。ということで、ちょっと前置き長かったんですけど、本題入っていきたいと思うんですけど、中国ビリビリ動画で再生数がやばいということで、どんだけいったかって言いますと、なんとですね、ビリビリ動画再生数、1.1 億回突破しました。意味わからんね。まあ、多分、日本で普段 YouTube の動画とかね、まあ、YouTube でアニメとか配信されてたりもすると思うんですけど、1億回ってやばない?もうまあ、多分中国の規模ならではっていうのもやっぱあるんですけど、やばい数字ですよね。1億再生ってもうアニソンの水準じゃ日本で言ったらね、っていう感じだと思うんですけど、王様ランキング。まあ、前回多分、先週動画上げた際は8600万回みたいな、やばいなみたいな話をさせていただいてたんですけど、なんとついに1億回を突破しちゃった。これが今期のね、2021年秋アニメの中で何位かって言いますと、1位です。おめでとうございます。まあ、それは1位かっていう感じもしますけど、しかもこの先まだ7話とかなんですよね。で、23話まで放送があることが確定してますから、まだまだ伸びるぞと、今3分の1もまだ終わってないってことを考えると、普通に伸びてったら3億回いくんじゃないみたいなね。感じがしてる。まあ、よっぽどね、見る人が離脱したい限りは、まあ、もう普通に伸びても3億回いくんじゃないかなぐらい。しかも、やっぱこの作品、レビューの評価もすごい高くて、9.8 とかなんですよね。星10のうち9.8だったりして、もう、このレビューの高さからもどんどんね、また広がっていくんじゃないかなっていうところですけど、早くも1億回、もうあっという間だなっていうところですよね。本当におめでとうございます。で、今期ね、岡作品どうかって言いますと、2位の作品が、暗殺貴族という子で、なんと、7497.4 万回再生される。いや、これもやばいね。暗殺貴族なんでこんな人気なんて、まあ、めちゃくちゃ面白いし、僕もめちゃくちゃ推してて、今期してんのみたいな前も言ってたからね。作品ではあるんですけど、すごい人気だなというところで、これも7497万回。で、続いて、真の仲間3位、4394万回。で、4位が、真の仲間じゃない、進化の実、3310.4 万回という、こうね。まあ、ナロー系はやっぱ中国も人気なんですかね。で、5位が、先輩がうざい後輩の話と。
で2977.3万回で、その後、再発のパラで 2893.7万回で、鬼滅の刃無限列車も最近ね、あの放送始まりました。こちら 2261.9万回で、タクトオーパスが 1765.5万回って感じで続いていくという感じになってますね。で、皆さん今このランキング聞いてて思ったことあると思うんですけど、あれ無職転生はとかね、あの86はとか、コミさんはとかね、いろんな意見があったと思うんですけど、あの配信されてないですね。うん、無職転生はね、配信停止とかいうなんか大騒ぎになりました。86とか元から配信されてない小見さんとかもね、まあこういうどういう基準で配信されてるのかもともとちょっとわかんない部分もあり、政治色とかね、いろいろとなんかそういう関係で配信されてないアニメとかもあったりするみたいなんですけど、無職転生はね、まさかなんかあのいろんな表現が問題あったみたいなね、まあすごい騒ぎになってたの覚えてますけども、なんかまあ、その時僕はビリビリ動画の見方よく分かってなくて見てなかったんですけど、なんか配信されてた時は1話平均2000万回とか再生されてたらしいですね。だからなんか僕的に思うのは、その無職転生と、その、王様ランキングのがっぷり、なんかこのね、真っ向勝負みたいなのすごい見たかった。多分そういう方多いと思うんだけど、なんか見たかったなと思いますけどね。まあ王様ランキングが独走状態とは言わないですね。暗殺貴族がいくつなく再生されてるから、まあ独走というのもなんとも言えないですが、まあひとまず一足早くね、まあ1早く1億回再生した。1億再生突破したと。で、暗殺貴族もそのうち1億回行くんじゃないかなっていう感じもしてますね。で、まあ、レビューの評価的に言っても、まず、真の仲間とかあったら 9.3 ですし、暗殺貴族 9.2 とかあったな。暗殺貴族は10のうち 9.2。で、進化の実が、4.3 という、これね。あ、10、これ全部10段階評価。10のうち 4.3 ってね、進化の実はっていう感じ。なんですけど、まあ、やっぱこういうレビューの高さから見ても、王様ランキングがめちゃくちゃ見られてて、めちゃくちゃレビューも多いけど、9.8 ってことで、やっぱ評価も超高いんだなっていうのが、もうお分かりいただけるんじゃないかなというところで、いや、本当にね、おめでたいなというところです。いや、さすが、さすがですね。まあ、正直これは見ればもうどんどんハマるだろうっていう感じなのでね、今の数字で、いや、もう王様ランキングファンみんな喜んでんじゃないかな、僕もすごい嬉しいですけどね。まあ、欲を言えば、無職転生との対決を見たかった感じは、なんかすごいしてるし、なんで配信停止するんだよね、本当に。もう困ったもんですわ、はい。で、続いて歴代作品ね、どう、例えば鬼滅の刃とか何回再生されてるのみたいな気になる方もいらっしゃると思いますんで、まあ、前回の動画でもこれはちょっと話したんですけど、あの、そういうのもね、含めていきたいなというところ。あ、今年のアニメね、今年のアニメと比較、ちょっと比較 しますけど、例えば、今年のアニメで一番再生されてるの皆さん何だと思います？いや、これ結構意外かもしれないですね。くもこさんという子で、くもこさんって覚えちゃってるけど、あれ、正式なタイトルなんだこれ。くもこさん。くもこさんといえばね、もうあのオープニングが中毒性やばすぎて僕も結構紹介したんですけど、くもですが何かかっていうことで、まあ僕もね、見るの結構早々にリタイアしてしまった作品なんですけど、すごいですね。なんと、あれ再生数いってないか、なんと 3.5 回再生されてるってやばないですか。めっちゃ再生されて、で、ちなみにレビュー評価に関しては 7.8 なので、まあ、やっぱね、見てる方はめちゃくちゃ多いけど、まあ、評価は結構割れてるような感じしますよね。7.8 というところで。で、続いてがテンスラ。まあ、これはさすがですね。3.4 回ってえぐいな、これも。評価の方が、8.9 ということで、これも非常に高いですね。まあ、でも9いってないということなので、まあ、まあ、でも非常に高い水準なんかあると思いますね。続いて、今年の3位が、ホリミアということで。ホリミアそんな再生されてるんやった感じもしますけどね。9.8 回。やばいな。あ、王様ランキングと同じ評価で 1.9 億回。まあ、王様ランキング、まあ、ほぼ確実に2億回超えてくるかなと思いますね。これは超えるんじゃないかなっていうところではありますけど、すごいですね。ホリミアってこんな中国に人気あるんだ。で、続いて、不滅の後ですね。こちら 1.2 億回。これはね、結構ニュースになってたビリビリ、中国でめちゃくちゃ人気ありますよってね、声も結構聞いてて。で、9.6 と評価も非常に高いなっていうところで、で、今現時点で5位ですね。王様ランキングで、次、テンスラ日記リゼロ、参りました、イルマーくん、迷宮ブラックカンパニー、スライム倒し300年、暗殺貴族みたいな感じで、続いていくっていうのがね、殺しのランキングになっているみたいです。あとで最後、歴代の比較ということで、今までビリビリ動画で一番再生されてる動画って皆さん何だと思いますか？ですね、こちらが、鬼滅の刃という。さす鬼滅というところですね。7.4 億回再生と、やばいっすね。まあ、でもそう考えるとやっぱくもこさんとか 3.5 億回とかでしたから、めちゃくちゃ再生されてるんで皆さんはお分かりいただけるんじゃないかなってことですけど、7.4 億回か。さすがですね。評価も 9.7 ということで、いや、これはもう越されないんじゃないかなって、まだまだ鬼滅の刃ってアニメ続きますし、これ多分シリーズの全部の総再生の数なので、うん、どんどんまだ増えて、多分10億回とか超えるんじゃないかなと思いますけどね、遊郭園とか押されたら。さすがだなというところですね。これシリーズ一応分かれてんのかな？ちょっと待ってくださいね。まあね、単体、あ、なんかシリ、
鬼滅の刃のアニメ一期の 7.4 回っていうことなのかな。で続いて呪術廻戦が6.4億回再生で、名探偵この4.4億回、ジョジョ4.1億回で、テンスラ一期かなこれ3.9億回。まあやっぱ鬼滅の刃一期の 7.4 億回ってことですね。まあシリーズ合計というか、まあ鬼滅の刃に関しては無限列車も今やってるところがあれだけれども、アニメ1期で 7.4 回、呪術廻戦 6.4 回という感じになってるのかなというところですね。まあ、名探偵コナンは1084話で見てますが、ちょっとせこい感じです。ちょっと話数がね、ちょっとせこい感じしますね。はい。あとは、テンズラ、オーバーロードもすごい人気ですね。3.7億回とか出されてますね。ね、クモコさん。クモコさん、歴代トップ10入ってるす。すごいな、これ。はい。でまあ、王様ランキングもこのトップ10ぐらいに食い込んでくる可能性十二分にあるんじゃない、まあ、23話で多分ワンクールってカウントを間違いなくされますから、まあ3倍、まあ、平均、まあ、単純計算でも3億回になるんじゃないかっていうところ。で今後もね楽しみだし、まあ、今ねこうやって、まあ、ビリビリ動画の再生数を聞いて、お中国の市場規模はエグいなと思われた方も多いんじゃないかって。もう再生数がなんかね一桁ぐらい、今やっぱ人口も全然違いますからね、まあ、一桁ぐらい違うのかっていうところですが、いやそれにしてもね、王様ランキングおめでとうございます。いやね、7.4回ちょっと超えない気がしますけど、3億回、まあ、5億回ぐらいいったらもう僕は大満足か、まあ、すでに大満足してる部分もありますけどね、やっぱ、まあ、2話とか3話で号泣したっていう方がたくさんいらっしゃって、それでなんかどんどん口コミ広がったみたいですけど、まあ、この先、まあ、2話とか3話以上に面白い回が来ればもうやばいことになりますよね。もう大ブレイクを起こすんじゃないかなと思いますけどね。今後とも本当に楽しみですし、今のところ本当1話も外れがないっていうね、しかもなんか全然もうツッコミどころがないんですよね。もうこの先に C っていうのはキャラクターデザインとか、やっぱその第一印象で見てないってことも結構いらっしゃること考えて、やっぱキャラクターデザインとかかっこいいキャラとか可愛いキャラとかいるわけじゃないじゃないですかね。絵本みたいな世界観を持ってる作品で、まあ、やっぱそれもその先にこの先の良さの一つだから、単純にねなんか可愛いキャラ出せとか思うような作品ないからね、まあ、そのまたその区切りというか、なんかそのジャンルでまた違うのかなと思いますけどね。ひとまず、第1位ね、今年の中で1位じゃない、まだ。今期の中で1位、今年の中でね、くもこさんこれで1位になることをね、願いつつ、今回の動画、締めたいと思います。ね、まあ、だんだん僕ね、ビリビリ動画とか、世界的な人気の、なんか見方とか分かってきたので、積極的にね、世界的に今人気があるのはこの作品ですよ、みたいなね、動画も上げていきたいなと思いますね。この先、こちら、王様ランキングに関しては毎週感想動画上げてますし、秋アニメの感想動画ね、他も上げてますし、ランキングもね、どんどん上げてますんで、ぜひですね、これを機にチャンネル登録やったら高評価の方もしていただけると大変嬉しいです。という感じで、今回の動画は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。